渋谷のシンボルの一つとして親しまれてきた東急ハンズの看板が新しいハンズの看板に掛け替えられました。看板の掛け替えは東急ハンズがホームセンター大手のカインズの子会社となり、去年10月に社名がハンズに変わったことによって進められました。メインの新しい看板は昨日正午ごろに工事の足場が解体され、漢字の手をモチーフにした新しいロゴとともにアルファベットの文字があしらわれた全体が姿を現しました。渋谷店では明日朝までに全ての看板が新ロゴの看板へと掛け替わる予定です。他の店舗でも順次新ロゴの看板へと切り替えを進めていくということです。